2010年5月5日に生まれたコウメの赤ちゃんの名前がココと決まりました。最近のココは動きが随分と活発になり、コウメお母さんのお腹だけでなく、背中の方にしがみつくなど、可愛い姿を見せてくれます。ユーカリ交換を行う午後1時が特によく見られるチャンスです。名前が決まりたてほやほやのココに、ぜひ会いに来てくださいね。